イスラム経済あるいは、イスラム経済学とは、イスラム研究のうち、シャリーアで禁じられているリバーの追求を目的としない、イスラム銀行をはじめ、教典や伝統に基づく、イスラム世界固有の経済秩序を究明する学問を、指す。本分野は1940年代末に橋を発し、1960年代半ば以降流星を見たのみならず、 銀行制度については1970年代に発展した。イスラム経済の中核をなす特色は、コーランやスンナそして財政政策の基礎とも言うべきザカート税に由来する行動規範とされる。このため富の公正な分配や社会的弱者の救済などに対する国家の役割を重視する立場から、イスラム経済を社会主義や資本主義でもない。 第3の道と捉えるのが一般的である。イスラムの伝統的な経済概念は以下の要素から構成される。これらはイスラム法における他の概念と同様、ムハンマドの原稿や逸話などの集大成へと位置づけられるが、監修やイスラム法学者の総意に基づくものもある。初期のイスラム理論は参加者が皆公平に扱われるような新秩序の構築に向け、 筋の通った経済制度を形成したとする見解がある。例えば、マイケル・ボナーによると、イスラム世界は14世紀頃まで貧困がはびこっており、この体制下で、神はザカートの奨励やリバーの現金を通じて、富裕層から貧困層への富の還流を流し、貨幣や商品の流れを浄化したとしている。また、 ムハンマドが貧しい商人に対し転倒無償で与えたモータともボナーは主張する。イブンハルドゥン増書記のムスリムは、クルアーンやムハンマドの原稿録であるスンナに基づき、ある程度の経済分析を行った。中でも、現代経済学の父と称されるイブンハルドゥンが有名だが、彼は、自助、歴史序説にて、独自の経済、政治理論を展開した。同書では、 文明の栄枯盛衰の要因として、アサビーヤを挙げており、多くの社会勢力は型を打ち破る急激な変化があるものの、それ自体は循環的であると見た。また、アサビーヤに関連して、分業の利益についても、見解を示し、アサビーヤが強まるほど分業が多岐にわたり、経済成長が達成されると考えた。経済発展は、需要と供給を共に刺激し、 両者はいずれも物価によって決まるとした。このほか人口増加や人的資源の経済発展に対する影響に関して、ミクロ経済学的な考察を加えたことでも知られる。実際のところ、人口増加は、富の直接的な関数であるとハルドゥーンは、考えていた。イブン・ハルドゥーン以外に、初期イスラム社会で経済を論じたムスリム学者としては、 シャイバーニー、所得の書、ジャーヒズ、商業に関する考察、商人賛美と、管理避難、ディマッシュキ、商業の駆読、マクリーズイー、参加を取り除くことによる、エジプト社会救済の書などがある。この他初期イスラム社会の重要なムスリム学者としては、アブ・ハニファや、アブ・ユスフ、イブン・シーナ、アル・ガザーリン、アル・マワ・アディラがいる。アラブ農業革命により、 性や民族、宗教に関係なく土地の売買などが認められた結果、社会にも少なからぬ変化が生じた。農業や工業、商業の他雇用に関する小取引に際しては、クルアーンに基づき署名が必要とされ、関係各者は契約書の写しの保持を義務付けられた。一方、8世紀から12世紀にかけて、 市場経済や商人資本主義をはじめとして、現気資本主義とでも言うべきものは、カリフ時代にも存在した。従来は別々の通貨を用いていた地域を統合し、ディナールを広めたことで、貨幣経済が発展したほか、これに伴い小切手や約束手形、複式簿記など今日でも用いられる会計技術が生まれた。また、国家から独立した。 株式会社に類する組織が存在したのも中世イスラム世界においてである。こうした概念の多くは後の13世紀以降中世ヨーロッパでも需要、発展を遂げることとなった。福祉や年金といった概念は5行の一つであるザカートの形で7世紀以降イスラム法に明記されている。イスラム政府の国庫に納められた税金は貧困層や 高齢者、孤児や、未亡人の多障害者など、社会的弱者に対して配分された。また、イスラム法学者のアルガザーリーによると、政府は、災害や、基金の発生の際全域に食料を供給することが、期待されていたため、カリフ時代を福祉国家の先駆けとする説がある。現代のポストコロニアル時代に入ると、経済学を含め西洋思想が、 イスラム世界にも影響を及ぼし始め、イスラム独自の経済学を模索する動きが見られるようになった。イスラム教は、精神的支柱のみならず、生活基盤である以上、非イスラム世界とは別の、そして、それよりも優れた、経済体制を確立する必要があったが、現在までのところイスラム経済についての明確な合意は得られていない。1940年代には、 南アジアのイスラム復興運動の指導者だったマウドゥーディが経済を論じた。ヨーロッパによる近代資本主義の不公正を批判しつつ、その利点を活用するというアプローチを取る。イスラムにおける公平の理念に反しない私的所有権の容認、ザカートによる所得債分配の必要性などを主張し、マウドゥーディの経済論は経済学者やイスラム法学者に影響を与えた。 パキスタンのラホールでは、1945年に、アンワール・イクバール・クレシー、イスラームと利子の理論、1947年に、マフムード・アフマド、イスラームの経済学が出版されており、現在のイスラム金融でムダーラバやムシャーラカと呼ばれる手法が提起されている。ムダーラバを用いるアイデアは、1950年代のムハンマド・ウザイルの著作や、1969年の 水利キー、リッシュのない銀行で二段階、ムダーラバロンとして、理論的に発展した。他にもサドル、ムリシ銀行論などが存在する。1960年代から1970年代にかけて、シーア派系の思想家を中心に、独自のイスラム経済思想が展開しており、特にアルサドルは、イスラム経済の概念を、ほぼ独力で発展させたと言われる。 サドルラは、資本主義やマルクス主義といった、非イスラム圏の理論を論爆するかたわら、イスラムを社会正義や富の公正な配分、そして社会的弱者の救済に組みする宗教と、規定する傾向が強い。民間の経済活動が一定の範囲内で許される、一方で、土地や企業の公的所有を求める、こうした、経済思想は、イラン革命にも影響を与えた。 1980年代から1990年代にかけては、イラン革命後の共和国政府による経済政策が失敗したことや、非イスラム世界における共産主義国家並びに社会主義政党の崩壊や解散により、政府所有や規制を胸とするイスラム経済は説得力を失っていった。イスラム経済という語は、利子の追求を目的としないイスラム銀行の 設立へと火を切ることで、形を変えながら今もなお生きながらえている。ムスリムの銀行家や、宗教指導者の中には、社会的投資という現代的な概念をイスラム法に適合させる手段として、これを提起する動きがある。イスラーム金融のムシャーラカを用いた、マイクロファイナンスや、近代以前からの制度である、枠布を裏付けとした、スクーク発行も関心が高まっている。 学術においては、1976年には、サウジアラビアの真っ赤で、第一回近代イスラーム経済学国際会議が開催され、この会議において、研究動向が整理され、特に、イスラーム金融の成長が著しい2000年以降は、活発となっている。イスラム法は、神の美徳を体現したものとされるものの、こと経済に関わる問題となると、生産や、 再分配、そして財やサービスの消費という体系的な学問という意味での経済学とは縁が薄くあくまでイスラム教の範囲内に止まることが多い。例えば伝統的な裏マーであるイマームホメーニの著書には経済問題を扱っているにもかかわらず経済という語が出てくることはないし売買についても巡礼との関わりから触れる程度である。フリバーロイは 彼の一連の作品を倫理的観点から発せられた個人的行動としての経済問題に終始していると論じたことからもその性格が見て取れよう。クルアーンでは、必死を問わず神が万物に対する唯一の所有者である一方で、人類は地球上における神の代理人とされ、神の所有物を引き受ける存在とされている。 このため、イスラム法学者は財産を公有、国有、私有という三つの範疇に分け、その性格を論じた。公有財産イスラム教における、公有財産とは、森林や牧草地、荒野、水、そして、鉱物、海洋資源など、全人類が、利用権を等しく有する天然資源を指す。かかる資源は、共同体の共有財産とされることから、 イスラム諸国では、公的管理のもとに置かれ、他者の権利を侵害しない限り、全国民が利用することができる。また、イスラム法により、民営化してはならない、こういう財産もある。人は水、エネルギー、そして、農地の三つとともにあるというムハンマドの言い伝えを、固守し、三者の民営化は許されないものと解釈する、学者が存在する。 一方、金山のような公有財産は、国家に税金を納めるのならば民営化が許されており、民営化された公有財産の所有者は、ザカートや、場合によってはフムスを払わなければならない。なお、公有財産の民営化や国有化にあたっては、イスラム学者の間で議論を行うこととされており、その後公有財産は、最終的に国有または、私有財産となる。 国有財産が民営化が不可能な他の財産のみならず、特定の資源を含む。具体的には、征服や平和的手段により取得した動産または、不動産である。また、未開拓の土地をはじめ、所有権の確定していないか相続人の存在しない財産も、国有財産とみなされる。ムハンマドの生前は、戦場で敵軍から入手した武器の5分の1が、 国有財産とされた。その知性中、アリーの勧めにより、ウマルは、征服地を指摘財産ではなく、国有財産とみなした。その理由は、かかる財産を民営化すると、少数の手にわたり、共同体の一般税を実現することが不可能となる、ためである。こうした財産は工作者の占有のもとに据え置かれ、課せられた税金は国庫に収納された。 私有財産イスラム法学者及び社会科学者の間では、イスラム教が個人の私的所有権を認め擁護しているとの相違が存在する。クルアーンには課税、相続、窃盗の禁止、所有の合法性、事前事業の推奨、その多私的財産に関して広範囲にわたる規定があり、ムハンマドは自らの財産を守って死ぬ者は殉教者に似たり、 とさえ言い残している。私有財産の獲得については、非随意的、契約的、そして非契約的という三つの分類が存在する。非随意的手段は、相続や遺贈、贈与全般を、契約的獲得は、貿易や買収、雇用などをそれぞれ指し、本来私有財産とされていなかった、天然資源の開発を行う場合は、非契約的となる。なお、 公共の福祉に反すると判断された場合、私的所有権は一定の制限を受ける。イスラム教は市場を調整機能を有する機構として認めており、その教えにおいても市場では完全競争を通じて適切な値段で商品を売買することが可能であるとしている。ただし市場の運営に際しては次の三つの条件が必要である。イスラム教は 経済的自由を擁護するものの公共の福祉に反する場合など特徳島事情化においてのみ政府の介入を認めている。例えば市場を支配するに至った一握りの買い手または売り手による価格協定を禁じているがこれはムハンマドの時代に農家から農作物を安く買い叩きメディナ市民には高値で売りつける行為が 少数の承認集団の間で横行したためである。社会福祉や失業、交際そしてグローバリゼーションについては、イスラム教の規範並びに、価値の観点から再検討されてきた。イスラム銀行は近年イスラム世界で成長を遂げた、ものの西洋の銀行と、ヒスルと、グローバル経済において劣勢に立たされている。そうした中、 古典的なイスラム的価値によりながらも金融業を営むグラミン銀行が人的資源開発理論の支持者を中心に注目を浴びている。ありがとうございます。